ミュージック強盗をお聴きの皆様、こんにちは、こんばんは、MC のジョット・ポンです。この番組は、6C について、様々な角度から視聴者の皆様と一緒にお届けする番組となっております。概要欄に Twitter、Instagram、メールアドレスがありますので、感想や僕らに話してほしい内容の意見、どんどん送ってきてください。番組内で今後の予定についても紹介しようと思っているので、出演希望などもお待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。<laughs> はいどうえー、まあ最近音楽的な話題で言うとはいはいはいメタリカの新曲出ててまだ聴いてないわアルバムもさ出るらしいな出るって発表されてさなんかちょっとツイッターでツイッターがにぎわっててんけど、うん、そのワールドツアーみたいなああメタリカのやるってなっててああメタリカ日本みたいな 検索予測みたいなの出てて俺もそれ見て日本来るんと思ったら来んかったあ来えへんの来へんそうなってそうだっけガンズとかさもう来てたんや今年来てたのよ最近多いよなだから来るんかなって思ってちょっと期待したけどでもなんかあれあれ見た何か「ラウドパーク開催」って今年だけそうなんやパンスプ ァンクスプリングスが25やん3月の26にラウドパークを買いでやるらしいそうなんやまあアーティストはまだ発表されてなかったけどちょっとお金がやばいなって思最近の海外のアーティスト急に急に来てくれるからそうあんまかうらせんとったし確かにじゃレッチリもさ行きたいなって思ったけどさ高い高いよな ドームでさ<な>いっちゃん座戸籍で1万8,000とかしてたやん <laughs> そうやななめてるやって <laughs> 確かにたっかと思ってだって1万8,000でしょ、うん、まあ歌ってさ<な>まあ2 0曲いかんぐらい18曲ぐらいしたらさ1曲1,000円うん CD1 枚買える 1>, <laughs> <な> 1>, 1曲1,000円か,確かに4分1,000円で、うん、4分1,000円ってやばくない <laughs> やばい,いやまあ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 そんな感じやな最近は音楽的な話題はほなまあ本題入っていきますかそうやな、はい、とエピソード4では、うん、11月23日に開催された「レッドラインオールザリベンチについて話したいと思いますとまずフェスの概要などフェスの全体の感想について話して、うん その後にアーティスト今回僕らが見たのはベガスとブルエンオーラルエイジファクトリーはるか未来ドラゴンアッシュコールドレインバウンディクリープハイプビッシュヘイスミスボーンズの5バンドについてはしっかりめに話して他アーティストについては一言二言で感想を話していきたいと思います。 しすまずアーティススト抜ききでフェス全体の感想についいいいてて話していきたいと思います、うんえっと、レッドラインはジャパンミュージックシステム JMS が主催する2010年から始まったライブイベントの総称のことで2010年から10年連続2019年まで開催していて今回コロナ明け 初めてのフェスかなレッドラインとしてはまあフェスの形としてはって感じよねで、まあ、レッドラインオールザリベンジンが開催されて、うん、結構タイムテーブルとか思想が強いって言ったら <laughs> あれやけど <laughs>、うん、その7月に開催されたレッドライン、うん、オールザフューチャー僕らはいけてないんですけどあの空気感をそのフェスで再現しようっていうのが結構 バンバンに伝わってくる感じのタイムテーブルだったんですけど、うん、どうでしたフェスフェス全体、全体かまあでもやっぱ一番印象的なのは声出し有りやったことちゃう室内で、うん、なんかラッシュボとかは、うん、えーっと声出し有りやったけどまああくまで野外やったしし,し,しかもなんて言うやろうなこっちのが キャップっていうか大きさは多分狭い、うんしなんかその密閉してるけど声出すっていうかさ、うん、そのしっかり声が反響するやんみんなのその迫力はやっぱ久々にすごかったね声出しありの、うん、うっていうのが一番の印象やったなフェス最高やったのその辺最高やったな <laughs> 久々にいろんな、うん、だからブルーヘやったらもっと光がとかさ、うん 久々に聞いたしグリープのさ「He's Mine」やったっけもうさすごかったなそうやな結局ちょっとアーティストついてもああちょっと触れちゃったけど僕がフェス全体で良かったと思った点はランウェイみたいなさああそうや忘れてた完全にそれ絶対言いたかった出てたやんあれが俺は良かった なんか出っ張りなステージのあんまロックバンドのライブでないもんな、うん、<れ>ないししかもなんかアーティストもなんかわりかし好評っていうかうん喜んでたよな、うん、確かに<し>あれは良かったわ良かったなって思ったのとでも結構話したけど音響がなんていう音響 じゃないわ。照明か。照明,照明がよかった。俺はっ。いつも言ってるよな <laughs>。照明好きは。<laughs> <laughs> ピアーリーな照明好きは。あんま聞かんね。あれってさ、でもさ。ピアーリーなの照明なんから。レッドラインい。いや、どうなんや。機材なんかの。わからんけど。わからんけど。え、でも、あれやろ。だから4節、うん、四節。そう。四時も。四時も思って良かったなって感じの印象があったってことやうん。で。真ん中の。三つ目のステージ。ああ<ー>。中央にあったん。 それもそうやな素晴らしかった、ね、かったななて思うなんか普通のフェスの3つ目のステージはちょっとしょぼく見えてしまう感じやけどピアレッドラインの今回のフェスはなんかあれはあれでの良さがあったから、うんうん、よかった、うん、差別化できてたし良かったなって。うんで 結局さ3ステージとも同じ空間にあるからさ、うん、見れるやんそのなんか聞こえるやん、うん、普通にあんま興味なかったとしてもそれも良かった、うん、って思ったのとまあ始まる前とかに懸念してた移動とかについては<ー>中の移動についてはそこまで不自由はなかったなって思ってて、うん、まあでもなんかあれやんなグッズ売り場とか外の食べ物、うんうん というかトラックというかは、うん、ちょっと狭かった窮屈やったよなそうそうだいぶそうグッズとかそうやななんかすぐ外が道路とかほど、うん、ってのもあってしゃあないところはいんやけど、うん、そこはなんかもうちょっとっていうとこあったまあないそうやな悪いとこはうんそんことまあアーティストが多いし、うん 全部同じ階フロアにあるっていうのがしゃあないんやろうけど、うん、なんかアーティスト1個の持ち時間っていうのはちょっと短め30分まあ普通なんかな、まあ、40分ないぐらいやから、うん、まあ基本 MC とかはなしで MC あってもちょっと喋るぐらいやったから、うん、そこはまあ個人的に残念なとこかなって思って。うんなるほど まあ他はなんか何て言うやろ始まる前はさもっと失敗しそうっていう言い方は悪いけどょっと問題点がいっぱいあるんちゃうかなと思ったけどそこは大丈夫やったしよかったっていうでもあれじゃないんなんかさ中のさ食べ物の売り切れ半端なかったや、うん <laughs> 確かに <laughs> だってあれマジでまだ11時とかにさ昼飯食いに行ったけどもう売り切れてたんやろそうそうなんか ホットドッグとかが売ってたけど、うん、そう売り切れててでもなんか2階に行ったら普通に売ってるんやああそうなんやあってなんかようわからんかったなあれはなんかその辺がちょっとあれやったねそう確かに2階に行ったら2階にあったらしかもなんか売れるの分かってるしもうちょい確かに。しといてもいい <laughs> 一生人並んでたもんな思った確かに確かにまあこんな感じで次は アー,アーティストについて喋っていっか触れていきますかうんではアーティストをタイムテーブル順に話していこうと思いますい話しましょう話しましょうまずう<い>ベガスから話しましょうフィアーイン・ロージング・ラスベガス <laughs>、うん、<laughs> それはちょっと神さえか言なかったけどはいどうでしたベガスはこれはうんなんか新曲が多かったなやんだから なんてやろう盛り上がってたし、うんなんてやろうよかったけどなんかフェスの一番って言ってさ結構知名度高いアーティストバンって持ってきて<ー>一気になんていうボルテージっていうか<ー>上げる役割っていうのもあるやん。うん、でまあそのそんな聞いてなかったその自分のなんていうあれを棚に上げるつもりはないけどさ。 そのまあ聞いてなかったらお前が悪いからなそうそうこの後に話すさブルエンがさめっちゃ完璧やったから俺の中でなるほどなうんまあ盛り上がってたからよかったけどちょっとそこだけ残念やったけどあ、ね、半分俺があるし半分ってかお前しか悪くないけどそうそう いやでもなんか周りの感じも見てさめっちゃテンション上がってる人思ったけど、うん、ちょうどベガスのまんまやったっていうのもあったしそうやな,なんか他のエリアとかそうでもないんかなとか思いつつうんうんうんっていう感じやった、ね、俺の印象はうは、ん、俺も新曲多かったなってイメージはある、うん、あと俺パーティーボーイズめっちゃ好きやねんけど、うん、最近マジでパーティーボーイズフェスで聞かれへんねんな <laughs> 確かにジャパンジャムでもやってくれてなかったから まあ俺もねそんな昔の曲ばっかりして俺が悪いんやけど <laughs>、うん、印象としてはさボーカル2人ともさ、うん、楽器弾かへん部分も多いからさ、うん、めっちゃあの出島の部分をめっちゃうまいこと使ってたなっていう印象あるよく出てきて確かにやっぱあそこに出てきてくれたら盛り上がってたし、うん、っていう感じですかねちょっと一言二言って言ってたけどそやなこんぐらい喋るかもしれないですねはい次 ブブブルルルエエエンンンンカウントそうかはいなんか軽く説明まあブルーエンまた、あ、ね説明しなくてもいいと思いますけど、まあ、一応2004年熊本の音楽学校で結成されて、はい、でえー、っとまあなんか売れ出すきっかけはまあ俺の感覚やけど2012年のミニアルバム「うんうん、ハローエフェクトで結構。 ちょっと巷の話題になるようになってまあその表題曲の「ハロー l o でも,もうなんか YouTube で再生回数がどんどん伸びてって、まあ、ライブもどんどんでかくなったかなっていうイメージがありますで2014年9月10日の EP「タイムレスルーキー」でメジャーデビュー、うんうん、でまあ、そっからもう2年後2016年には日本武道館で初のワンマンライブでチケットを完売もや早っ思ったか すごいよな 2>, 2年しかないんや俺もそんな早いと思ってなかったから確かに,確かにすごっでまあ、最近のニュースとしてはあのベースの辻村さんがもともと海外での音楽活動を熱望してたからまあ、その本人の思いを受け止めてまあ、2023年春から、うん、そのベースの辻村さんはまあ、アメリカに引っ越して、うん、まあ活動することとなってます、うん でまあ、一応今後もブルーエンカウントのメンバーとしては活動していくけどまあ、2023年の3月以降のライブはまあ、ベースは当面サポートミュージシャンを加えてのパフォーマンスになる予定らしいですそうなんや知らんかったそうそうそうでその最後のライブがまあ、2023年の2月11日にまた日本武道館でやって、まあ、前日が2月10日にお仲間っていう、うん、言てそう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  にななってるらしいそうなん,やなんか俺新曲出たら聞くけどさ、うん、そんなライブ行ったりせんぐらいの人やからさ<ー>ブラインに関してうん、うん、結構初めて聞く情報多くてうん、うん、そうやったんやってな結構なんかタイアップっていうかアニソンとドラマーと、うんうん、確かに。 まあでもさアニーソンとド,ドラマ作るドラマ主題歌作れるって才能よな,、うん、やな向こうからの依頼に対して曲を提供できてさちゃんと合ってるってさ誰でもできるわけじゃないやん,、うん、なんかメジャーでやっていくことが難しかっ,っていなかなかそのだって作品の内容を盛り込んだ上で作らなあかんわけやんそれってちょっと、うん、作品の雰囲気とかだからそういう才能とかすごいなとはめっちゃ思うしかも全部ちゃんとヒットするやん主題歌、うん、結構 そうい,うのがすごいなまあシンプルにライブの感想ライブの感想いや俺は、うん、俺はあの歴史を歴史というか <laughs> 俺高校の時死ぬほどブルーイン好きやって、うん、あのこの2014年のメジャーデビューのライブが初めてブルーイン見たライブやって、うん、やそうやねそうなんやそう梅田クラブクワトロで覚えててで、うん それが俺の初めての「ダイバー」っていうものを知った、うん、ライブやったこんな人生あるこんなライブあんねやっていうのがこのライブやだからめっちゃ記憶に残っててそれまでもライブ行ってたけど大きい会場とかがばっかやったから、うん、初めてのライブハウスでダイバー <laughs> モッシュというもの知らされたっていうライブででもこの時はめっちゃ聞いててめっちゃ好きやって。 まあどれぐらいから聴かんく高校の時って「銀玉」とかの歌あ「そうデイ・バイ・デイ」とか,とかそうでこのメジャーデビューブ2014年15年ぐらいはめっちゃ聞いてて、うん、でそれでさまあ今回のライブめっちゃ久々ほんまにそれぶりぐらいに見るみたいな、はい、ブルエンをでもいつ見たか分からんぐらい久々そうそうそうあんまさ俺らの行く日におらんやん、うん、ブルエンって分かるしかもなんかお仲間ブルエンだけおらんとかもあるあ,あるある,ある <laughs> お腹かも結構そういうの多いイメージなんよな、うん、誰かだけなっていう確かに,確かにトリプルアックスは基本一緒にされがちやもんな今回も氷見だけおらんみたいなそうやなまあはいライブ戻りましょうライブでまあだからそういうこともあって、うん、で実際瀬トリがさ、うん、めちゃめちゃメジャーデビュー初期の曲を中心とした瀬トリあって、うん、個人的にはその自分が一番ハマってた時期のブルーやったから 普通にぶち上がったあ<ー>俺はなるほどその「ネバーエンディングストーリー」とか「うん、もっと光を」とかまあ多分昔から「ブルエン」好きやったらつい声出しで歌いたくなるような曲も入れてたし確かになんかなんか俺らのさ求めてるもん分かってたら、ね、あ分かってた <laughs> 全員が求めてたかは知らんけど <laughs>、うん、俺はめちゃめちゃ求めてた通りのセットリストが来てくれて確かに俺も ロストジンクスとか思ったもんめっちゃ懐かしくて、うん、なんか正直さこのレッドライン行く前からこのレッドラインを省略するっていうのは分かってたけどさ「うん、ブルエン」をちゃんと取り上げるとは思ってな、ね、<laughs> かった正直申し訳ないけど <laughs> けどそれぐらい良かったっていうか刺さったっていうか、うん、そうな俺もよかったなあとまあ田辺さん本人がなうん 亜生 <laughs> <laughs> 本人がさもう興奮してた感あったよねやっぱ声出れるみんな確かに1曲目「Day by Day」とかもうおーってなったしでまあ俺はやっぱ結構ラストにまあデビュー前のヒットソングであった「ハンズで締めくくったんがめっちゃ印象的俺が行ってた頃が結構それが定番やったからなんかうわーって思ってめっちゃ高校時代思い出した「もなったえもなった」 めちゃめちゃ部活行く途中に聞いてたと思ってなるほどっていう感じで次いってもいいですかあそうですねごめん俺だけめっちゃ語ったいやそんな感じではい行こうじゃオーラルオーラル一番良かったあれじゃない一曲目ミストやってさあそこの大合唱の部分は久々に聞いたって思ったみんなのうん 他他は結構他は結結構構一緒やった<う>よくフェスで「5 1 5ーとか「ネイキッドとか歌ってたし、まあ、でもなんかやっぱやっぱ声出せるっていうのでなんかすごいメンバー自体もさめっちゃ前のめりになってたというか勢いついてたよねその普段のライブうもうそうやねんやろうけどなんかさあのでっかい会場であんな声出して歌えるのが。 多分みんなにとって久々やったから公式的にな、うん、やったもんなだから、うん、あとオーラルは毎回思うねんけどやっぱ演出のライブの完成度っていうのはすげえオーラルからさ後ろの映像を流れ出した MV とかか絶対そんなことはないんやろうけどさ 今まで忘れられてたんかなって思ってそのいやそれはないや <laughs> いや絶対ないって分かってんねんほ <うん S 2> から他のアーティストも多分いやその選べるんやんうん多分選べるんだけど使うか使わんかだってはるか未来とか使ってなかったからや <うん S 1> し基本なんかそれまではそのレッドラインのロゴがバーンって出ててまあそれはちょっと考えてた俺ら別に忘れられたんかなと思って <laughs> いやそんなことはないと思うけど <laughs>、うん そ,うそれはでもなよかったな、うん、やっぱいつもいつも思うけど、うん、ネイキッドとかのさ映像めっちゃ好き俺あの感じがちゃん,となんかそう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  S <S 歌手とリン,とリンクしてさなんかやっぱ毎回見るたんび、ね、ライブの作り込みっていうのはやっぱすごいなって思う、うん、確かになんかシンプルでシンプルじゃあなんか背景シンプルなのはそれでそれの良さがあるけど、うんうん、やっぱオーラルはそうであってほしい 確かにバグとかね、うん、MV 流れててまあって,って感じやなまあ、オーラルはいつも通り、はい、ちなみにオーラルはあれらしいよレッドライン初出演だったらしい今回、うん、なんか出てたイメージやな勝手にうん俺も出てたイメージやけどレッドラインは初出演らしいですなるほどはいじゃあ次エイジファクトリーエイジファクトリーこれはジョが12月に ああそそそそってのまワンマン1回でその時にガッツリツゃ喋りたいからかなって思ってたんで軽くまあかっこよかったなっていうだけで終わったろうかなと思ってたんですけどでもはいエイジさあの真ん中のステージ似合いすぎいや確かにめっちゃ良かった俺それでさその真ん中の3つ目のステージの良さがさ余計。 いいいなななっっっっって思ったってて思たたうかなんかんめっちゃしっくりきてたよな、うん、やっぱあの人はもうさそんな演出とかこだわるタイプじゃないやん確かにけどめちゃめちゃ迫力出てたあのど真ん中でかに歌うのが4人でさガチャガチャするにはちょっと狭い感じあるけど、うん、3人やったらちょうどいいって,ってそう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 <で>めちゃめちゃなんか映えてたよな、うん、まさに映えやったよな確かに 感じでよかったしかも瀬戸にもねなんかみんなが歌ってしまうような曲をばっか集めてたしまあまあまたこれは絶対撮ろうと思ってるんではいまたゆっくり話しましょうお願いしますで<い>次が「はるか未来」はるか未来やからそこまで詳しくないけど、うん、その。 サブスクてななないやつとかかもあるしあそうやんかアレンジ多めやったしまあ、いつもそうなんかも分からんけどはる、うん、か未来好きとかライブ好きにはたまらんねやろうなっていう特別感っていうか、うん、ああいう感じなんやっていう印象やった俺は初めて, <laughs> まあ初めてやん <laughs> <laughs> あなんかでも相変わらずやっぱ全力投球やなって感じはするはる、ね、か未来は確かにやっぱマジで全身全霊でかかってくるし、うん なんか変に透かしたりはせん、うん、やろでこっちもしっかり踏ん張ってないとそのバンドの勢いにのまれてまうというか、うん、押し返されてしまうぐらいの迫力と熱量はマジで感じたでもなんかそれはさなんか歌詞の感じもそうや、うん、だからなんかめっちゃそこと一致してるからいいなって思う、うん、まあそれはやっぱ人 ね引きつけるなとは思った、うん、かかあの感じが骨折治ってたしな骨折 <laughs> <laughs> いつも誰か怪我してるやんはるか、ね、<laughs> 定期的に確かになんかでもライブハウスとかで見たらもっともっとすごいんやろうなって感じはする、うん、俺ライブハウスでは見たことないいつもフェスでしか見えへんから、うん、なんかまだちょっとアウェイとまではいかんけど、うん まあ俺みたいなやつが多いんやろうなっていうそのあーちょっと初めて見る感じまでそ,そこまで知らんっていうまあでもこれからがそうそうやねよくわかんないしあとレッドラインも2018年以降結構出てるから <うん S 1> レッドラインシリーズにまあよかったねでもやっぱ熱量こもってる感じメッセージ性青春ロック的な 確かに俺らがなんかめっちゃちっちゃい頃のパンクロック的な黒<ー>マニオンズ的なそういうの好きな人はでもめちゃめちゃハマると思う、うん、っていう感じでした、うん、で次にいきますかで次は「ドラゴンアッシュ」なんですけど<お>まあこれはちょっと説明まあ不要のバンドなんですけど現在はボーカルギターベースドラム DJ の 五輪体制でで活動してるんですけど、うんまあ、ロックシーンだけでなく音楽シーンで最も有名といっても過言ではないぐらいのおじき、まうん、おじ,き,おおじきたちなんですけど、まあ、今回行った僕らの友達にはちょ音楽好きやけどちょっとあんま曲知らんっていう不、うん、届き者もいたんですけど。うん、いたな <laughs> そんな「ドラゴンアッシュは」は先日エピソード3二、うん、かエピソード2で話した「ンフヒット」と同じく今年で25周年あそうだ,なだそうなんですけどなんかもっと長くやってるイメージなんですけど、うん、なんと19歳で横割り数万人規模のキャパでライブしてたんですけど<ー>19歳ってやばいよな。や <laughs> やばい、ね、19はやばいい <laughs> まだだ酒も飲んんあかんね俺らも別に大して年食ってないけどさ中級はやだもうだってあの何歳の際よさそのカタカナの「王」みたいなやつかあ<ー>のうう難しいやつか書くか迷うぐらいの年やもんだってまだあれちゃう保護者同伴で必要なとこあるで<笑><笑>そうそうでまあその横割りのライブの際にその映像に残すために 演出っていうのも兼ねて、えー、そのリムジンで移動してたらしいねんです、うん、らしいんですけど、十九の時に、そう,そうそう、<あ> <laughs> でも十九歳で、うん、その晩飯食いに行く店とか全然知らんから、うん、そのリムジンでそのマルキンラーメンっていうの <laughs> あの豚骨ラーメンのチェーン店に食べに行ったらしい。<laughs> <laughs> 頭おかしい <laughs>。 まあでも19やもんなそんなお店知らんやん今の俺らでさえわからんやん一歩堂一個やみたいな感覚で多分めっちゃおもろいやんらしいででバンド名の由来としてはダラダラしていると灰になってしまうっていうドラッグオンアッシュっていうことがその説として有力なんですけどドラッグはドラッグを連想させるっていうことから ドラッグとオンをつなげて「ドラゴンアッシュ」っていう名付けられた説が有力なんですけどどっかでなんかドラムの桜井さんがなんかこの説で合ってるよみたいなコメントをしてた気がする、うん、あ気がする、うん、だから間違えたら教えてください、うん、っていう感じで、うん、まあライブのレポートっていうか話していきたいんですけど新曲のエンンターテインから かかかっっっこよかった始まってそうなんか最近のライブは結構あれから始まってる新曲っていうこともあって、うん、でもなんかその歌詞にもさ DJ とかギターとか、うん、ベースドラムっていうなんかパートが歌詞にあってさなんかなんかバンドっぽい自己紹介っていうか、うん、なんか取り合ってたさ「Webones、うん」We are のさ「<ー> w e a t h e b o n e s もそういう感じの曲で。そ 1>, 1曲目にふさわしい、うん、ってかもう歌詞が1曲目やさあ行こうみたいなさい絶対なんか1曲目じゃなくても序盤にあってめっちゃ盛り上がる曲っていう感じがして、うん、今から始まるよみたいなそうそうそうなんか映画でいうさユニバーサルの音が流れるみたいなテンションに近いよねっていう感じで始まって次に中村俊輔 ああ、中村俊輔 <laughs> <も>。<laughs> ファンタジストな。ファンタジストな、ね、中村俊輔。<laughs> いや、あれ、中村俊輔の時のワールドカップ。いや、わからんけど。俺の中での、ファンタジストは中村俊輔。そうな知らんのよ。<laughs> いや、だから、ファンタジストじゃなくて、中村俊輔って言って、もっと、じゃ、強めの突っ込みくるんかなんけど。ああ、これも、<laughs> ええ、マジで、一瞬時たまったもん。<laughs> 中村俊輔。<laughs> で、まあ。今、C. M. もやってるんですけど。うんまあ、ファンタジストが。二曲目で。 俺何やかんやファンタジスト初めて聞いてんなめっちゃ盛り上がってたなめっちゃ盛り上がってたなしかもなんか、うん、もっと後半にやるんかなと思ってたし、うん、ん京都大作戦とかでやってた時もいっちゃん最後にやってたからああそうなんやそう2曲目に来たの意外やったしめっちゃ盛り上がってたし、うん、クソ楽しかった、うん、楽しかったっていう感じでその後が ダダイイババーーズズシステムとかかエリアかあれめっちゃ良かったああ <laughs> パンパンパン,パン <laughs> みたいなやつな <laughs> とかアイスマンとかで「ディープインパクト」っていう曲でラッパガリアっていう2人組かな出てきたんですけどこれもなんか余談なんですけどなんか出番後に「ドラゴンアッシュ」と「ラッパガリア」の2人がその7人で。 写写真真をを撮って、そのドラゴン足のメンバーみんながインスタに投稿してたんですけどそのドラムの桜井さんがそのヘイのヘイスミスの飯川県のトランペットを借りてなんかラッパ・カリタっていうラッパ・ガリアが映っててラッパ・カリタっていうハッシュタグをつけて写真あげてたんがちょっとおもろかったとね 確かにセンスはあるな、うん、だからぜひ見てくださいれ <laughs> ラッパカ、うん、シュタグでゆりもゆりの咲く場所もよかったし、うん、めちゃめちゃよかったなんか気持ちは飛んでたで俺、うん、大爆発っていう感じで爆発してたね <laughs> うん、このなんていうの俺はもうライブ中にめっちゃ思ってたんがうん この盛り上がり方でまだ真ん中なんかってやばかったなそそ思っててえなんかさ、うん、俺その話をちょっとしたくてなんかさもごめんこの先しゃぶりってやったらご,、うん、ごめんやけどさなんかビバラの天秘の時も同じこと思ってビバラって天秘がやった後にドラゴンアッシュ取りやったやん、うん、あの時の天秘ってやばかったやん、うん、なんか分からんけど そのエネルギーというかさかそのめっちゃなんか心に来た俺今回それがドラゴンアッシュやったんよ<ー>でなんかやっぱおじきというかさ、うん、おじきたちやんこの人らでもおじきたちのなんかすごい俺がパワーを感じる時って自分たちが取りやる時じゃなくて、うん、自分の仲間が取りやるために場を盛り上げようとする時のおじきたちのライブって、うん、<laughs> <に>半端ないと思って、うん、めっちゃ感じた。 かぶっちゃけ「ドラゴンハッシュ」は別にちょこちょこ聴くし全然好きやったけど俺そこまでぶち上がったことはなかったんよ申し訳ないけどねけど今回の「ドラゴンハッシュ」はマジでぶち上がったかっこよすぎた普通に確かになんかフェス出演の時の KJ の KJ さんのインタビューみたいな聞いたことがあんねんけどそのフェスし なんていうのバンド主催のフェスとかやったら特に意識してんねんらしいねんけど、うん、その鳥のバンドが出づらいぐらいえぐ<ー>いライブするみたいな,な,るほどな心がけてらしくて、まあ、今回は、まあ、バンド主催ではないけどボーンズが初めてのフェスってことでっ MC っていうかなんか言ってたよね相場にもちょっとっボーンズのためにみたいなそ,うそれはまあそういうためっていうか自分ら なんか自分たちのためってより人のためっていう時にパワーが出るのがやっぱ「おじき」ってすげえなって思った <laughs> っていうのがあってなんかもっといろんな曲聴きたいなっていうのがあってねうんあったあったワンマンとかも聞きたいなって普通にワンマンも行ったことないからな思った感じです